悪すぎるなこれな。いやそうじゃなくて、いやもう分かんないけど。今普通に親子喧嘩が始まっています。新年一発目です。戻んないよもうこれはね、はい、これちょっと厳しいね。おだぶつですか。これおだぶつです。おだぶつって言うなよお前。まだなんかあるかもしれないだろお前、復活の方法が。いやー多分ない。皆様明けましておめでとうございます。さあ本日は1月3日でございます。ここ桶川スポーツランドより本年の動画は配信させていただこうと思います。この1月1日と1月2日でですね、大地震やまた羽田空港でのですね事故などもありまして、動画をねどうしようかちょっと悩んだんですけれども、ちょっとなんて言うんでしょう、自粛という傾向ではなくてですね、いつも通りちょっと楽しい動画をお届けできたらなと思って今回動画を撮っておりますので、ちょっとご了承いただければなと思います。ということでもうですね、結構バタバタ朝から準備しまして、本当に気をつけて、これからですね健吾の1本目が始まります。今年の1本目は鉄拳50番 NS50 からメガネ健吾ライドオンです。ダイヤオーマーを入れ忘れてしまいました。ケンジです。班長さあ、というわけで走行開始です。本当に気をつけてね。でもね、全日本ライダーなんで、まあアップ、まあ、こちらでサインしていこうと思います。めちゃくちゃ首横に振ってました。まず1個。何？どうした？マジでリアタイヤ危ない。最初びっくりした。 なんか結構トロトロ走ってましたね。ガッタハドだったよ。びっくりした。モタハド？モタハドしてたんだよ。モタハドみたいに乗って間違えた。怖かったんだよちょっと。なんか全日本ライダーなのになんかトロトロ走ってんなと思って。いや俺も全日本ライダーは捨てた。それで言うと、え、何した？いや、あ、もう無事。あ、俺攻められないんだ。そこ メカニックは攻められない。それで言うと無事。あ、なんか今年の健吾はちょっと優しそうですね。キャブって難しいんだよ。ちょっともごついてる感じですか。うん、ボカーっていうのと、あー、なるほど。上もね、微妙にね吹き上がってこない。ふわっ、いかないで、ふわっ、ふわーみたいな。あー、伸びきらない感じですか。なんか、え、焼きつくぐらいな感じなんで。え、多分薄い、薄い。ちょっと早急にセッティングします。壊されると大変なので。ぶっ壊したくないからさ。いや、君みたいにさ、本当になんかミッションのど真ん中綺麗に穴開きましたねみたいなやりたくないからさ。マジであなた穴開けるからね。ちょっとファイアウマーでも巻いといた方がいいよ。お前乗るんでしょ。はい、何本か乗るんでしょ。すいませんでした、ね、本当にそれとその説は本当にごめんなさい。ちょっと気をつけた方がいいよ。はい、気をつけます。あんな感じだから。はい、すいません。
乗る時だけはリアタイヤがしっかり温まってますよって話。ケンジ長尾選手がですね、まあ今乗っているんですけれども、ちなみにまあまあ寒いと、転びたくないと見てましたね。ゆっくり走った。その結果、あの枠を走る基準タイムを切れなかった。これはね、実に幸先の悪いスタートだ。でまあ久しぶりさんのね、おけがってこともあって、まあ自分もね、硬くなってた部分があるんですけど、次の枠はね、しっかりこのタイム切っちゃおうかなって思うんで、じゃもう見とけよって、ケンジ長尾見とけよって話なんでね、はい、ちょっとまあその辺をね、頑張っていこうと思います。ちなみにケンジ長尾は久々っていうのと、 NS も久々っていうのと、まあなんかちょっと怖いなっていうので、自分とは違う枠を走っています。はい、彼もね、ここからスタートしていただきましょう。はい、何を待ったらいい？待っても使うんだけどね。というわけでお疲れ様でございました。お疲れ様でした。いや疲れたね。まあいい、転倒もなくですね、走ることができましたし、やっぱなんか1月の割にはあったかい。あったかい。朝一は寒かったけどね。この間もすごい量あったかい。そうね。そうだ。最終的には、ちゃんと。クラスの基準タイム切れたんで、なんか言われたもんな、ね、1本目足出し走ってたから目つけられた言われたって。俺喋った動画をさっき撮ったんだよ。あ、そうだ。ちょっと昇進しながら。はいはいはい。やっぱね、そこはさすがって言ってほしいかな。まあタイム、はい、というわけで、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。というわけで、これこの後も撮るんですか？いや、この後はもうプライベートなんで。あ、わかりました。はい、はい、この後は新年会です。まあスケジュールを間違えて走りに来れなかった人がいるじゃないですか。ああ、光る義弘。ああ、そう。彼のおかげで私はみんなに声かけたんですよ。今日ね。初乗りするよって。そうだね。去年文句言ったんです、あいつが。なんで走るんだったら言ってよみたいな。はいはいはい。だから今回声かけたのに、そいつが来ないし、なんなら夜に合流するとか言ってる。そうね。ちょっともうこれあいつ引っ張ったくわ俺。引っ張るか。それ言うと俺は擁護するヒカルさんは擁護するヒカル、擁護する。まあまあ楽しく走れたんでよかったです。はい、というわけで今年もね、2024年、ちょっと年始からいろいろありますけれども、まあ冒頭でもちょっと喋ったんだけど、いろいろあるんですけれども、まあ今年もね、1年間皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それではこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。